ごきげんよう、レイジ、続きからやってまいります。さて、結構前回から時間が空いていて、何してたのかちょっと覚えてないんだけど、まずミッションの確認からやっていこう。オーソリティ刑務所に向かえ。これは誰かがレジスタンスか、レジスタンスからの依頼で、それでどの乗り物が良かったんだっけラッドロッド、カプリノ、これが良かった気がする。出るウエストランド、レジスタンスの依頼で囚われた重要人物を探しに行くっていうところ。はい、エリザベスって誰だっけ。とにかく刑務所に行けば分かりそうですね。うん、了解。じゃあひたすら向かっていけばいいのかな。で、100% 実績取得を目指しているんだけど、今引っ越しがすごい、いや敵が多い、こんな多かったっけ、倒した方がいいんだっけな。まあいいや、行きましょう。引っ越しをするので、あ、フェルライト来た、よしよしよし、ラッキー、フェルライトのやつ達成できたね。で、 Xbox360 をとちょっとお別れをすることになってしまうので、引っ越しまでにこれをクリアしないと当分 Xbox の新型を買うまではできそうにないという、そういう状況です。だからもしかするとこのシリーズも途中で終わってしまうかもしれませんなんか最近そういうのばっかりで、クリアまでやりたいな、よしって思ってはいるんですけどね。 OK、 なんかフェルライトのおかげで、いや倒すか、あーシールド貼られた、よし、かなり道草を食ってしまいましたね。よし、元の道に戻っていこう。このルート通りに行けばいいのかな。すごい撃たれる。シールド一応買ってはあるみたい。なんか前回の終わりに買ったのかな。どうやって使うんだっけ。操作すらままならぬそんな状況でございます。あー、いいなこのハイウェイ、やっぱいつ来てもいい。この先だとあれかな、デッドシティだっけ。ロックオンして、OK、よし、もう倒しちゃおうか。おお、全然当てられない。 OK、 あれ、ちょっと待ってよ、もしかしてそういうことか。フェルライト探索に戻ってしまっているというか、指定されているのでルートがおかしなことになってたやっぱりこっちでいいんじゃないか。なんかおかしいなと思ったんだ。よし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 。ってことはさっきのあの道でよかった、よかった気がする行こう行こう行こう。で、このゲーム自体はそんなに長くないっていう印象だったのですが、のディスクが2枚あって、でまだ今1枚目なんですよ。まだ2枚目に入ってないっていう感じだから、まだまだ続くよって感じで、いつ終わりが来るのか予測できない状況なので、 100% を目指すとなるとかなりその途中で終わる可能性が高まる。ストーリーだけを、わわわ、ちょっとセーブしよっか。セーブしようと思ったけどセーブできなかった。回復ってどうやって使うんだっけ。やばいな、武器の切り替えはここだ。すごい車をなんか執拗に撃たれてる気がする。倒せるのか、あれは。
持ち場を離れるな。必ず出てくる。どうやって入るんだ刑務所。正面突破で行くってかなりのものだよね。あ、でも行けそうだな。横というか正面なんですが、どこから入るんだろう。これポチッとなってすればいい。あ、行けそうだね。ちょっと待ってよ。武器がなんかスナイパー使った方が良さそうな、そんなとこだよね。スナイパーライフルを、ショットガン、ん？何がどの銃だろう。これがアサルトライフル。アサルトライフル弱かった気がしたから、これはアサルトライフルと切り替えて、で、ファットボーイじゃなくて普通のピストル弾にして、よし、この上にいる気がする。この距離だったらショットガンの方がいいのかな。全然遠いや。なんか全然違う。あ、でもそんなことないか。装甲が硬いぞ。なんて地形なんだ。すごいサイレンが鳴ってるようにも聞こえるけど、まだいるのか。さっさと建物の中入っちゃったよう、入っちゃった方がいいような、そんな気がしてきたが、入る。オッケー。例の強そうな、これだけは覚えている、あのマシンガンのこと。買ってすぐ後の敵の基地で見つかるという、そういうことは覚えている。よし、降りよう。前に倒したら降りるのか、後ろに倒したら降りるのか。よし、こっから行けそうだね。操作すらおぼつかない。オーソリティ刑務所、 OK。 いいね、順調なんじゃないか。オーソリティってどういう組織でいいだっけ。確か生存者を狙ってるとかって、レジスタンスがいるってことだから、今のこの地域を支配しているのかな。マーシャルを解放。了解。ショット保安要員に次ぐ囚人の移送は1600の予定。そういえば実績にね、確か MC ボルトだったかな、これで敵を操って倒させるってやつがあって、チャンスがあれば使っていきたいですね。登ることはできないんかな。最近のゲームはだいたいはって登れるんだけど、昔のゲームだからね。よし、小型ギア。こっちから行けんのかな。あれは帰り用の道だったりする？そうみたいだね。よし。ジメジメしてるな。刑務所って感じは今のところはしないけどね。一応ウィングスティックを装備して、4、9、12稼働中。なんか行ったらヤバそう。明らかにセンサーな感じがするんだが、ショットガンがいいかな。センサーではない。触ったらやばそうかな。操作できる？謎の何かがある。これ壊したらいいとか。殴るのってどうやるんだ。こうか。ビールしかないぞ今の子。これ撃って壊す必要がありそうですね。グレネードはもったいないから、これで OK。 敵来そうだね。セクターに異常なし。ラジャー異常なしだと。あ、カードだ。ちょっと待って、パワーサプライ。完全にカードのこと忘れてた。ちょっと確認してまいります。はい、カードを確認してきました。パワーサプライ、これが1枚目。
でいいみたいだ。よし、じゃあ敵を異常なし。試しにあれ撃ってみよう。あ、MC ボルト。あ、行っちゃった。全員報告せよ。他に敵がいなきゃ意味ないんだけど。お、どう？コントロールできる。お、他に敵は？なんか全。全然来てたやないか。しかもヤバそう。盾か。全然食らってる感じしないな。ショットガンの方が良さそうかな。殴りが強かったりする？こういうのって大体相手もショットガンなんだよね。ズルだ。左肩。今さらあの入り口の敵を倒した時点で異常警戒態勢入るべきだったな。ファンテージ。このゲームはちょっとセーブがシビアだから。しかも最高難易度なんだよね。おお、味方の死体もろとも。硬いんだね。あのアーマー羨ましいですね。やばい、いた。自動回復がなきゃやばかったね。どっから投げてきた。いた。果たす。よし、いいぞ。フェルライトパワーパック、なんか良さそう。よし、ここもシールドで守られてると。ビール、オーソリティ MG 弾。もうどんどんじゃんじゃかオーソリティ銃使っていきましょうってことなのかな。ねえ、ハンドガンはなんか微妙だったから。よし、使っていこうか。これ撃ちやすいんだよね。うん、さて、通れそうにないが、供給元を立たねえわ。あそこか。あそこをハンドガンしまっちゃったけど、こういう時ハンドガンが便利だよね。よし、全然ダメージが微妙。ちゃんと HP メーターあるのがいいね。減ってるのか？OK。で、オーソリティに切り替えよう。やばそうな音してない？グレネード使えってこと？グレネードなんか効かなそうなんだよね。あ、全然効く。あ、すごい。厳しい。あの、あれこそこれを使うと。あ、ダメだ、刺さらないや。そうか、そんな裏技はないということ。あ、刺さりそう。あ、側面すぐバレ。1秒以内。よし、さあ敵の方。あ、強いなこれ。突撃してくるぞ。いた、スナイパーだね。やばい。よし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 。音がちゃんと聞こえるとああいう敵にも対処できるね。これか。そう、よし、クリアかな。
あのジェットパックのところもしかするとチャンスだったのかもしれない。あの例の弓の実績を取る、コントロールして爆発で何人か巻き込むっていう実績のチャンスだったのかも。浄水器。さてここでカードを確認しましょう。ジェットパッカーが出現した部屋の2つ先の部屋の左に穴の中、しゃがんで入ると、今のがジェットパッカーですよね。で進んで、2つ先の部屋ってことは向こうの2つ先の部屋ってことだね。よし、あ、いいな、グレネード。もうどんどんショットガンを使いましょうってことだね。ちなみにここでセーブは、あ、できる。セーブし、よし、セーブ完了。自動セキュリティシステムオンライン。あ、ここだ、多分ここだ。え、ないぞ。あったあったあった。巨大ミュータント、オッケー。バッテリー、用途のわからないアイテムをたくさん取ってはいるけど、重量制限がないからとりあえずは取っとく。フォールアウトみたいに絶対あれ壊しましょうってやつだよね。よし、ここでハンドガンの出番。うん、スナイパーはもう大丈夫そうだな。弱いな、やっぱり。ただ弾数がほぼ無限に近い。いいぞ。こういうとこは嫌な予感しかしない。やっぱりな。おっと、どうしよう、一人かな。あれ怖そうか。こっちにもタレットあるんかーい。しかもこの電源ではないと。しゃがみながら、痛い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 。あのタレット自体は壊せるのかな。あそこだね。よし、いいぞ。クリア。ここで使えそう。なんかそんな感がする。一人しかいないか。ターゲットに接近しろ、クソ野郎が。あー、いや、配置につけ。使いよによる。どうしよう、あ、外した。二人倒したけど、どうかな。解除はされてないようだね。吹き飛ばしてやれ。吹き飛ばさないで。グレネード。一人倒したね。上をなんとかしたい。ここでスナイパーか。始末した。誰を始末したんだ。よし、武器もっと持てるようにならないかな。ドン。ドン。よし。全ユニット退却だ。退却するな。いたぞ。フラグ行くぞ。危ない。オッケー。肉兵になっちゃった。これか。殴りでもいけるんかい。オッケー。難しいな。ちょっともう一回確認してみようか、あの弓矢のやつ。よいしょ。これですね。マインドコントロールした敵で3キル達成。
ちなみにあと、こんだけ残ってる。で、これ発売当時のやつですね。で、セントリーガンを使うやつもあるから、どんどんセントリー系使っていこうかね。ロボ。ロボちゃんは作らないとダメか。セントリーロボット。これで、OK。次敵に会ったら出しましょう。ただ、敵をセントリーロボットで倒すってなると、とどめを刺してもらわないといけないから、あんまりアシストは過剰にしない方がいいのかもしれない。あった。カード EMP グレネード。OK。で、次が、マーシャルを救出した後にカードがあるらしい。かなりこのリストもネタバレになっちゃってるけど、そろそろマーシャルを救出するらしいよ。あと一発しかない。躊躇しちゃった。3人は無理じゃないか。あ、いいね。ロボいると全然違うな。よし、あとはとどめを刺してもらえば OK。 回収。かなり使い捨てロボットだ。ミュータントをもてなすには錆びついたお玉。よし、なかなか1回で3人は難しいな。弾薬もなくなってきたから作らないとね。ゴーストの毒、これはなんかレアっぽいぞ。作っとくか。ゴーストの毒、いや、打ち尽くしてから作ろう。確実に。セキュリティの穴を調べるのか。上だ、お願いします。あ、どうも。ここチャンスなんじゃないか。倒せた？どうかな。ピコンってなんないからな。やっちまったようだ。こっから上がってきそう。あれ、来ないぞ。ターゲットは12時方向。あそこ撃ちづらいよ。うわー、すごい。また次の機会だな、 RMC。よし、なし。もしかするとセントリー系はマーシャル、あれだね。前のなんだっけな、テレビ番組に出演した時のあのウェーブ上にできるやつ、安いドレスシューズ、ウェーブ上に敵がやってくるやつにタレットを設置すれば結構早く終わりそうな気がする。ここだ。マーシャル。エリザベスの使いだな。うん。助かった。ドアの制御装置はあの壁についている。急いでここから出してくれ。はい。これ手伸ばしたら届きそうだけど。私に考えがある。くそ、セキュリティを封鎖してから。このビーコンから通りモジュールを取ってくる。あ、やばそう。タレットだな。セントリータレット。セントリータレットの方がいいのかな ?4 つ。セントリーロボットの方がたくさん作れるから、ロボットにしよう。やばい。
シャタロボットに任せるとやばい。あ、よかった、心臓マッサージあってよかった。お前はもう死んでいる。ここで MC を。あ、やばい、2回あってよかった。よし、よし、行くぞ。もう出すぎ。どこに行った？マーシャル？はい、私に任せろ。はい。壁を吹っ飛ばして中庭を抜けるんだ。オッケー。なんか急に頼もしいね。こっちだ。はい。ちょっと待ってよ。カード。マーシャルを救出、出現する敵を一掃するとマーシャルが開ける箱の中。マーシャルが開ける箱の中。マーシャルが開ける。あったー、危ない。取り逃すところだった。そしてよく見るとショットガンの弾がもうやばす、やばす。よし、行こう。行こう。必要なものを取っておけ。はい。やった、ショットガンゲット。最初の階段を降りた部屋の左側の扉、ロックグラインダーで開けると OK。特徴のある扉だから分かりやすそう。中庭を抜けるぞ。はい。中庭を通って、こっちは。エイム難しいんだって。上に爆発物あるね。ああ、早い。早くて早い。スナイパーは頭じゃなくても良さげ。かな。体が3発で頭が2発か。体1発、頭1発でも良さそうですね。はい。そこ。OK。あのタレットを潰せ。潰したぞ。あのタレット使えないかな。こういう、あ、また来た。なんか急にセーブしたい欲が。左に何かある。よし、倒した。ショットガン、何か聞こえたぞ。この上かな。やだ、酔ってきたな。 3D 酔いだ。ちょっと待って。あ、OK。 爆発物がたくさん置かれてるけど、ここでタレットの出番。頼みますぜ。君は通り抜けられるんかい。みんなでフルボッコだ。タレットが一番強い気がする。ナイス。マーシャル守らないと。よく見たら右上に HP が出てる。よし、一緒においで。あのセキュリティドアを開けるんだ。どの？どこで？また、また撃つのかい？え？あっち。向こう行ってみよう。ここ見たっけ？あ、スチールブレード。ブーメランの入れない素材になるね。これは入れない。カタ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 。オーソリティ銃多いってことは使用推奨なのかな。あ、907発もある。どこに電力があるんだろう。あれか、
えい、マガジン1個か。よし、これでいけた？いけない。あそこが開いたらしいぞ。行ってみよう。ここ行けるようになって。あ、なるほど。で、こっちからパネルで。ポン。ごちそうセットするから援護を頼む。おい。援護ってことは、来るんですかい？来るんですか？これだったらいくらでもできる。ああ、クールダウンあるんだ。楽しい。さあ、どっから降りてくる？ジェットパック行った。それはないって、それはないって。あのもしかしてさっきセーブしたところからですか？ということで一旦ここで今回は区切ろうと思います。なんか予想外の神風アタックを受けてしまって、あ、セーブしたところからですね。ということでさっきのタレットまで、次回はさっきのタレットでお会いしましょう。一回このボルトがたくさん余ってるから、じゃあそうだな、どうしよう、実績取れそうなとこから次回を始めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。